タケチャンネル投資の学校最近出た本で驚いたことをちょっと皆さんにお伝えしたいと思いますこういう本が出てるんですね買ったら一生バカを見る金融商品ニーサやイデコなんかおやめおやめなさいこういう本をですね荻原博子っていうまあ経済評論家なのかどうかよく分かりませんがえしょっちゅうですね まあ、地上派には登場してますねこの人20年30年何言い続けてきてるかっていうと株やら投資やらそういうものは絶対買うなと必ず損しますとで n i もやるなイデコもやるなましてやですねドルコスト平均法っていうのは毎月買うので高い時も買うからダメだと安い時だけ買いなさいとこの人はあの高い時と安い時ってことが分かる人なんですかねいずれにしてもそんなに分かってるんだったら今 から何ヶ月間は買いなさい今からは買うのをやめなさいと過去におっしゃってこられたことでもあるんでしょうか全くそんなことはありえないですね日本を悪くしている情報人の一人ですもちろんこのおばちゃんがね日本の金融資産の構造をですね預金偏重にしたとまでは言いませんがしかしやはり地上波でこれだけ登場して株やら都心宅やら買うんじゃないよと兄さんもイデコもやるんじゃないよと一生バカを見る金融商品だと イデコだ、ああ兄さんやっちゃダメだとこんなことをですね、何二十年も三十年も言い続けてるなんてね、罪ですね、罪、罪だと思います。あの高橋おじさんがね、文系バカが日本をバカにするっていう本書いてらっしゃいますけどね。要するにどういうことかっていうと、データとあの事実に基づかない感情論。 だけで物を言う連中がバッコしてるんで、アホなことになるんだということを言ってるわけですね。このおばちゃんもまさにバカなんですよ。あの文系バカなんですね。データ、実績。 一切無視してますねなぜこんなことを私言えるかというと私は1992年の2月からドルコスト平均法でずっと株式を現在まで買い続けてる人間なんですねこれをその間株じゃなくて全部預金してたのと株を買い続けてきたのとどれだけパフォーマンスが違うかってことは身をもってデータで実績で知ってるわけですこのおばあちゃん何にもデータも実績も上げてないですね自分の感情だけでおっしゃってます こんなおばちゃんがねテレビに出てると出す本もテレビにも罪あると思いますよですからもう今すぐこんな本出て出版する出版社もひどいもんだし、えー、このおばちゃんテレビに出すのももう今すぐやめてもらいたい腹が立ちますねご視聴ありがとうございました質問をお受けいたしますチャンネル登録もよろしくお願いいたします